これもフレートライナーのね、トレーラーで、結構このメーカーのミニカー、フレートライナーが好きなんですね。で、フレートライナー製のトラックで、こういうボンネット型のね、特徴的な車で、こういうのがね、いいなというふうな感じで、私なんかもこういった感じのトラックっていうのは、結構、気に入っていてね、良いなというふうに思った車の一つでもありますね。なんつってもこのド迫力がね、またたまらなくていいなっていう感じで、で、この赤いボディとね、そしてこの、これ多分石油とか、そういったタンクを運ぶやつじゃないかと思うんだけど、燃料を運ぶやつじゃないかと思うんだけど、こういうタンクがね、また特徴的で、なかなかその面白い形していてね、そういうのがこう気に入っていて、非常に嬉しい感じの車ですね。というわけで、どうもありがとうございました。